富士野って町に廃校があるって聞いたぞ、ちょっと覗いてみてやと思ってね、来てプラッと言ってみたんですよ。で、一人だったんです。そしてその時にね、そこに見える坂の下からねに車を止めて歩いて、これ外県道からこの校舎見えないでしょ。で歩いて坂道を登ってきたんですね。そしたらね、クッグッグッって、ね、屋根から見始めて、ピンク色の木造校舎が見始めて、すごくドキドキしたんですよ。そしたらここに場所に立った一人でね、もうなんて素晴らしいんだろうって、なんかここの空気、その静けさと、それにね、なんか一目惚れしたんですね。第1回光祭りっていうのは僕たちがまだ入居してここに入居して、7ヶ月目か8ヶ月目かな、で初めての夏に夏祭りをやってみようということで始めたんですけども、でそもそも、僕はこういうパーティーとか音楽祭とか言われてるシーンでこの映像をね扱う仕事をしてきたんですけども、でそこでね、常日頃思ってたのは、僕たちはミュージシャンとしての脇役かなと思ってたんで、でそうじゃなくて、光の魔術師たちみたいにして呼んでるんですけれどもこの照明だったり映像だったりね、でそれから他にもいろいろな光の使い手が、今日もファイアダンサーみたいでしょ、いろんな光の使い手がいるんですけれども、でこういう人たちに光がホストになって、で他のさまざまなジャンルの芸術家たちを、そのおもてなしするっていうような形のフェスティバルをできないかなって考えたんです。でそれが光祭りっていう名前の由来なんですね。そもそもね、昔子供の頃ね、寝る前にね、横になるでしょ。でそうして目をここのところをね、こすると、いろんな模様が見えるんですよ。ね、薄目を開けたりすると夏のね、海水浴してて、ね、その後浜辺に寝てて、薄目を開けたりすると太陽がキラキラキラとかしてね、そういうそこの時にねできる模様がね好きだったんですよ。でそんなことして子供の頃遊んでたんですね。多分これがね今作ってる映像と大して変わらないもの。一言で言うと私たちはみんな光で、私たちは全ての物事の現象っていうのはこうどんどん細かくしていくと、いわゆる波動だったりみんなバイブレーションつまり波長なんですけども、それの最も細かいのが光っていうんですね。つまり僕たちはこうやって形を持っているように見えるけども、その分子だったりね、素粒子だったりいろんな細かいものに分かれてくるね。でそれは、それの最もちっちゃいものはただの振動なんです、ね、その振動を光って
島に僕たちみたいな光の存在があって、だったら僕たちは、こんなね時代でね、いろいろ世間もね暗いニュースも多くてね、でそういうのって僕たちの中にも影響してくるじゃないですか。でも僕たち自身がもっと光り輝いてもいいんじゃないかなって思える瞬間ってありますよね。そういう子は光り輝いてるアーティストたちを見る機会、見る場所じゃなくて、ここに参加してるお客さん一人一人が、参加者一人一人が自分たちが光り輝くためのマスクで、はい、作り上げてくれた皆さん一人一人がアーティストで、そしてみんな一人一人が、僕たちも含めてみんな一人一人が多分光そのものなんだと思います。この2日間僕たちピカピカに輝きました。そうだよね。